中国はまた大きな損を出してしまいました。お疲れ様です。パーソナリティの春菜です。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、中国が人工島を建設するも100兆円を超える大損をしてしまうをお送りします。中国が南シナ海に人工島を建設。中国は南シナ海や東シナ海などで領有権や海洋権益をめぐって周辺国と激しく争っています。特に南シナ海では、公海上に勝手に設定した九段線と呼ばれる9つのラインで囲まれた海域を自国の領海と一方的に宣言しています。そして最近ではさらに1つのラインを足した10段線まで発表しています。しかし、この九段線や10段線は国際法上の根拠がなく、2016年には九段線について、常設仲裁裁判所が中国の主張を否定する判決を出しました。この判決にもかかわらず、中国は南シナ海の島や岩礁を埋め立てて人工島を造成し、軍事拠点化を進めています。このような中国の行動は、周辺諸国の主権を踏みにじる行為です。南シナ海が重要な貿易ルートである日本や米国、ベトナムやフィリピン、インドネシア、ブルネイ、台湾、マレーシアなどの権益に悪影響を与えるとして、国際問題化しています。それでも中国は、人工島造成は当然の権利だとして抗議を無視し続けています。このように自分たちの利益のために好き勝手やっている中国ですが、実はこの人工島が彼らの足を引っ張ることになりそうだと言われています。南シナ海は世界の貿易の要所となる海域で、この海域を通過する貿易品の総額は毎年約5兆ドル、約750兆円にも上ります。これだけの経済規模を自分たちのものにしたいと、中国は自国の領土と主張する島や岩礁を埋め立てて7つの人工島を造成し、軍事施設や飛行場などを建設しています。これに対して米国は、航行の自由を守るとして、軍艦や軍用機を派遣し、中国の動きを牽制しているというのが今の状況です。また、中国が南シナ海で強硬な姿勢をとる背景には、漁業権や海洋資源の確保だけでなく、台湾問題への対応もあります。台湾は中国から独立した国家として自らを主張していますが、中国は台湾を自国の一部とみなしています。一方で米国は、台湾と正式な外交関係こそありませんが、台湾への武器売却や軍事協力などで支援しています。中国は米国が台湾と関係を深めることに反発し、南シナ海での軍事的な存在感を高めることで圧力をかけようとしているのです。南シナ海で最も激しく中国と対立する国の一つはフィリピンです。フィリピンは2016年に国際法廷で自国の EEZ、排他的経済水域と裁定された地域で、石油やガスの探査を行おうとしていますが、中国はこれを妨害しています。また、フィリピンの漁民も中国の船によって漁業活動を阻まれています。最近では中国海警局の船がフィリピン船に放水銃やレーザー照射などで威嚇した事件が発生しました。フィリピンは米国と安全保障条約を結んでおり、米国軍の基地使用権も拡大しました。これにより、南シナ海での米中対立がさらに激化しています。中国は軍事力を背景に一方的な領有権主張を展開し、南シナ海周辺国との対立を激化してきました。1974年には、当時の南ベトナム軍と衝突し、パラセル諸島の支配を確立しました。1988年にはベトナム軍と衝突し、スプラトリー諸島の6つの岩礁を占領。さらに1995年にはフィリピンからミスチーフ賞を奪い、2012年にはスカボロー礁の支配を確立しました。このように中国は武力行使や威嚇で南シナ海の支配権を拡大してきました。しかし周辺国も多くの島や岩礁を占有しています。特に軍事拠点として重要な比較的大きな島には、ベトナムやフィリピン、台湾などの軍が駐留しています。それに対抗しようと、中国は人工島7つを造成し、軍事基地化を進めているのです。これらの人工島には、インフラや宿泊施設、通信やレーダー施設、航空機格納庫や滑走路などが建設され、将来的には海軍陸戦隊や行政拠点が置かれる可能性もあります。また、対艦巡航ミサイルや地対空ミサイル、爆撃機なども配備されており、他国に取られないようにしています。中国は当初、人工島を軍事利用しないと表明していましたが、実際には完全な軍事基地となっているのです。中国はこれらの軍事活動を
あくまで防御的なものであると主張していますが、米国はこれに強く反発し、砂の城と呼んでいます。中国の主張は世界的に認められていない。南シナ海には周辺各国が領有権を主張する島や礁が多数存在します。その中でも注目されているのがジョンソン南礁と呼ばれる地域です。ここはフィリピンが自国の領域内にあると主張していますが、中国は2014年から大規模な埋め立て工事を行っており、軍事拠点化を進めています。フィリピン外務省は2014年5月15日にこの埋め立て工事の様子を示す時系列の写真を公開しました。写真によると2012年3月の時点では特に目立つものはなかったのですが、2013年2月には建造物が確認でき、2014年3月にはほぼ埋め立てられてしまっていました。フィリピン政府は同年の ASEAN 首脳会談で中国に抗議しましたが、中国は自国の領域内で行っていることなので問題ないとしました。さらに同年、フィリピンは中国に対して南シナ海行動宣言に違反していると抗議しました。またベトナムも埋め立てられたジョンソン南礁について、これは島ではないと指摘しました。国際法に照らし合わせると、満潮時に全てが海面下に没する暗礁ならば、埋め立てをしたとしても領域や排他的経済水域の根拠となる島とは認められないからです。しかし中国は聞く耳を持たず、同様の工事を複数の暗礁で進めたのです。米国や日本もこの中国の動きを問題視しましたが、中国は2014年11月にはファイアリークロス礁に滑走路などを備えた人工島を建設していることを認めた上で、正当な行為であると反論しました。これに対して日本政府は、中国の暗礁の埋め立てについて国際社会から懸念が示されていると指摘し、軍事衝突を招きかねない危険な行為も見られると非難しています。2016年には中国はファイアリークロス礁の飛行場が完成したことと、滑走路を使用した試験飛行をしたことを発表しました。オランダ・ハーグの常設仲裁裁判所が中国の主張を全面的に否決したのもこの時でした。米国と中国の間でも幾度となく牽制合戦が起こりました。米国海軍はイージス駆逐艦を派遣して南シナ海での航行の自由をアピールしたり、原子力空母の演習を行ったり、フィリピンのマニラに空母打撃群を寄港させたりしました。2020年に入ってからもこうした動きは続き、オンペオ国務長官が南シナ海の大半の地域にまたがる中国の海洋権益に関する主張は完全に違法だと批判。2021年にはブリンケン国務長官が、中国が南シナ海でフィリピンに攻撃した場合、米国とフィリピンの相互防衛条約に従って米国は動くという声明を打ち出し警告しました。南シナ海ではこのような非常に緊迫した状況が続いています。そうした中、中国は経済崩壊によりこの人工島を維持できないのではとも言われています。人工島7つの造営費用だけでも14兆円もかかる。中国が南シナ海で行っている人工島造成には巨額の経費がかかっています。中国メディアが報じた記事によると、土木専門家が試算したところ、約100平方キロメートル以上の人工島を造成するためには6億立方メートルもの土砂が必要になります。この土砂を中国本土から運ぶためには1立方メートルあたり約1500円ほどかかると見られており、6億立方メートルの土砂の代金は約9000億円かかる計算になります。岩礁や砂州から掘り出した土砂や岩石を船で運び造成するためにはそれ以上の費用がかかってくると見られます。さらに人件費や各種費用、コンクリート代なども加えると、一つの人工島を造成するごとに約1兆4000億円が必要になると推定されています。また、人工島に建物や軍事施設、飛行場などの施設を建設する費用も別途必要です。飛行場を建設する場合は、滑走路の建設費用もかかりますし、地盤も強固にしなければなりません。沖縄県の辺名湖では約 1.6 平方キロメートルの埋め立てに2300億円、施設建設に3500億円が見込まれています。中国が同じ規模で半額で建設できたとしても、1平方キロメートルあたり最低でも1000億円は必要だと考えられます。しかも南シナ海の岩礁は海洋の真ん中にあるため、もろもろの諸経費が加算できます。中国メディアの分析記事では、100平方キロメートルの人工島を一つ造成し、様々な施設を建設する費用は総額2兆円を超えるだろうと試算しています。7つの人工島がありますから、
これだけで14兆円を超える公費が支出されています。しかしこれだけではありません。中国は南シナ海の岩礁に30カ所もの軍事施設を建設しており、その警備のために多数の巡視船や軍艦、航空機も投入しています。さらにこれらを維持するための費用もかかりますから、人口と関連総費用はとんでもない金額になるでしょう。一部では100兆円以上もかかっているとも言われているのです。中国が高度成長を続けていた時期はこのような経費も問題がなかったのかもしれません。しかし現在中国経済は低迷しています。公式発表では今年の経済成長率は 4.5% とされていますが、中国が真実を公表するはずもありません。水増し分を除けば 2% 以下だと推定されています。7つの人工島の維持費や警備のための費用は今後中国の財政を大きく圧迫するはずです。また人工島の建設は周辺海域の環境や生態系にも大きな影響を与えています。例えば長さ 9km のミスチーフ礁では数百万トンもの土砂や岩石が使われましたが、それに伴ってサンゴ礁や海洋生物が破壊されたり、化学物質や重金属、石油などが流出したりしています。マイアミ大学のジョン・マクマナス教授は、中国の埋め立て工事によって人類史上で最も早いペースでのサンゴ礁域の永久的喪失が起きていると指摘しています。人工島は結局無意味なものになる。中国が岩礁を利用して造成した人工島の地盤は不安定なため、すでに建築物のコンクリートが割れたりずれたりしているという報道があります。しかも海岸浸食や地殻変動などの自然災害によって地盤が崩壊する危険性も高く、メンテナンスも必要です。また巨大な台風や地震が襲来すれば島が沈んでしまう可能性が高いのです。もし中国が台湾へ侵攻し米国や周辺国と戦争になれば、中国本土から遠く離れた人工島を中国海軍が防衛することは不可能です。人工島の軍事基地は巡航ミサイルであっという間に無力化されるでしょう。つまり中国が造成だけでも14兆円もの費用をかけた人工島は結局は無意味な砂の城なのです。あなたはこうした中国が人工島建設で大損していることについてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。